五反田文化センターでチルソ芸術祭が行われました。今回で14回目となるこの催しは、世界中の恵まれない子どもたちへの支援を目的に行われています。チルソとは、チルドレン・ソリダリティの略語で、子どもたちとの連携という意味。今回はペルーの子どもたちと福島県いわき市の子どもたちに向けた支援のために行われました。会場ではペルー産の小物やお菓子などが売られていました。メインステージは日本の音楽家によるコンサートが行われました。イベントの売り上げすべてがペルーといわき市の子どもたちに義援金として贈られます。皆様ありがとうございました。しっかりお預かりして2つの日本とペルーにお届けしたいと思います。またペルーのダンサーによる民族ダンスも披露。さらに来場者へのダンス講習会なども行われました。世界中の国々に住む子どもたちとの架け橋になりたい。主催者は今後もさまざまな国との交流を深め、このようなイベントを定期的に行いたいと話していました。